はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。皆さん、ホロライブとのコラボイベントはいかがでしょうか？僕はですね、まあ、プニプニもね、やりまくってるわけなんですけども、ホロライブ大好きなんで、もう朝起きたところからですね、犬神コロネパンで始まってですね、そしてお昼は猫またお粥を食べてですね、もうこの暑いのにね、お粥食べてますよ。ということで、もうおかしくなっちゃってるよね。もう朝から晩までホロメンでですね、まあ楽しい生活を送っているわけなんですけども、やばいです。イベント後半の追加要素、これね、もしマジで来たらですね、失神しますよ。今日はですね、イベント後半の追加要素について話していきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。っていうかね、ホロメンで頭の中いっぱいなんで半分妄想状態になっています。妖怪ウォッチプニプニの1ヶ月間の売上ランキングの推移を表したグラフになりますけども、これを見るとですね、ホロライブとのコラボイベント大成功です。売上的にはですね、もう過去にない売上で、しかもイベント始まってからイベント後半なのにも落ちないんですよ。すごいです。これはね、運営としては大成功かなと思います。その前のイベントがですね、久々の新形式のイベント、妖1グランプリということで、これもね結構良かったんだけど、やばいよね。まあ、よくですね、スマホアプリはですね、夏にね勝負をかけます。だから夏に力を入れたビッグコラボイベントをね、まあ、いろんなゲームでもね仕掛けてきますけども、さすがレベル5の日野社長、プニプニの総合プロデューサー、目の付けどころが違います。ホロライブ今絶好調なんだよね。もちろんですね、この売上大成功の背景にはこの日野社長の努力だけではありません。こっちの方がでかいよね。ホロライブ運営側のこの仕掛けもですね、まあ、成功の要因かなと思います。まずはイベント始まる前からね、もう始まってます。 Twitter でですね、 PV リツイートキャンペーンというのがありました。これはですね、このプニプニのね、このホロライブコラボの Twitter をねリツイートするとですね、まあ抽選でですね、まあ2名様、各2名様にこの好きなプニがもらえるということで、これがですね、当選の連絡が7月31日、そしてプニの配布が8月1日以降ということで、まだ当選の連絡来てないんだけど、これは外れたのか？どうなんだろう？もう皆さん受け取りましたか？そのあたりもね、コメント欄で教えてほしいなと思います。そしてこれだよね。ホロメンによる生配信が4日間も行われました。まずはね、コロさんから始まってペコーラのガチャ、ワタメ、そしてマリン船長と、僕もね全て見ましたけども、これ楽しい。何回も見ちゃったわ、アーカイブで。さすがやっぱね、ホロメン人気あるの分かります。もう喋りもうまいしね、なんか可愛いしね。プニプニ側もですね、負けていません。サマーキャンペーンということで、ログインするだけでスペシャルコイン SSS、 そして必殺の秘伝書、そして豪華アイテム、こっちは販売なんだけどもありました。これはね、まあ課金アイテムではあるんだけど、まあホロライブとのコラボということで、こっからプニプニ始めるっていう方もね結構いるかと思います。そういう人はね、まあちょっと多少課金はするんだけど、まあお値打ちにね、まあ、強キャラゲットしてね、スタートダッシュできるということで、まあこれはこれでありかなと思います。できればもう少し配布をねしてほしいかな。まあなんかリセバラできるような要素もねあったらよかったのかなとは思います。そしてこれ新要素ね、ホロハートで応援というねのがありました。まあイベントマップとかね、ミニマップでハートをゲットして、でこのメンバーにね推しメンに送るわけですよ。するとね、そのハートの数に応じて報酬がもらえるということで、これね、裏マップをね周回してると、ホロハートむちゃむちゃ落ちます。もうあっという間に99で、もうこれ以上落ちないっていうぐらいになるんだけど、でね、メンバーに送ります。これがさ、このさらにみんなが送ったハートの、まあ、合計でですね、まあ、いろいろもらえるということで結構いいんですよ。超必殺の
経験値玉、超経験値玉か、そしてスキルの秘伝書とかね。でこれの状況がですね、今みんなが送ったハートの数がなんと1860万個ということで、今経験値玉じゃない、必殺の秘伝書まで行っています。その後経験値玉で、まあ、スキルの秘伝書ということで、この勢いならさ、多分ねスキルの秘伝書まで行くんじゃないかな、もしくはワンチャンさらに運営がね想定していない領域まで行ったんで、追加で G 書とかね来るんじゃないかなとね、これはねちょっと期待しています。白神吹雪さんのね Twitter でですね、マネージャーさんから連絡が来まして、今夜プニプニ配信できるとのことということで、おいおいこれどういうことなの。そうなんです、案件配信じゃないです、ただの趣味配信ですということで、嬉しいじゃないですか。案件とは別にですね、趣味配信までやっていただけました。だからフブさんはさ、この案件来る前からプニプニやってて、もともとなんか妖怪ウォッチとか結構好きみたいなんだよね。そしてさらに今週から始まりましたホロライブコラボキャラクターが登場の限定スコアタックね、始まりました。これはねかなり激アツ、宇佐田ペコラのキラキラアイコンがゲットできるかもということで、僕はねむちゃむちゃ今回スコアタック力入れてやっています。結構厳しいんだよね、やっぱキラキラアイコンなので、もう少しさ緩くしてくれてもいいのかなっていう気がするんだけど、今回むちゃむちゃレベル高い、みんなスコアタやりまくってます。ホロメン側はそうなんです、コラボイベントなので妖怪ウォッチプニプニだけがね成功しても意味ないんです。ホロライブ側にもね、そのコラボ効果メリットがあってこそのコラボだとね僕はね考えてます。マリン船長の YouTube チャンネルなんですけども、妖怪ウォッチとのコラボ配信再生回数ね41万回ということで、もう大成功ですよ。そしてチャンネル登録者207万人ということで、207万人、そうなんです、マリン船長がチャンネル登録者200万人を突破ということで、その Twitter がねトレンド入りしました。これがですね8月1日ですね、女性 VTuber グループホロライブに所属する宝生マリンさんが YouTube チャンネルの登録者数200万人を突破しました。マリン船長という名で親しまれる宝生マリンさん、軽快なトークや多彩な配信内容で多くのファンを虜にしてきました。虜です、僕虜です。で今回のチャンネル登録者数200万人に際して Twitter では早くも船長200万人がトレンド入り、ファンからはおめでとう、これからもついていきますといった祝福の声が上がっています。ペコーラのね YouTube チャンネルなんですけども、こちらでもですねこのガチャ動画今ね45万回再生いってます。チャンネル登録者数201万人、そうなんです、ホロライブ VTuber 宇佐田ペコラチャンネル登録者数200万人達成、世界レベルの人気を有するストリーマーということで、こちらもですね8月5日のニュースになりますけども、ホロライブからはマリン船長に続く2人目の快挙ということで、 VTuber 界全体でもですね、まあ絆愛さんとかいますけども、まあ5人目の快挙ということで、すごいよね。どうなんだろう、タイミング的にちょうどねこのコラボと同じ時期なんで、まあコラボ効果あったんじゃないかなと思います。まあコラボなくても多分行ったとは思うけどね。今回の難易度は、さあ皆さんイベント難易度の方はいかがでしょうか。むちゃむちゃ難しいっていう意見結構ありますけども、まあ裏マップのですねコロさんに関しては、まあステータス的にはですね、まあ封印6ほぼ必須かなという気がします。そして特攻が3体、ペコーラ、おかゆ、マリン船長ということで、まあペコーラ1体いればそれだけでもいけます。もしくはおかゆさんとマリン船長、まあどちらかもしくは両方あれば一応ですねコロさんね倒して仲間にすることができます。まあこれはですね、まあ今回特にね難しいっていうわけではなくて、まあ妖怪ウォッチプニプニでは裏マップに出てきた敵、まあギバーンとかありますけども、まあそれに比べると、まあ今回の方が逆にね少し簡単になっています。まあでも大体水準的には同じ。
キラチャラなんかと比較してもだいたい同じで、特攻キャラも3体と同じです。まあでもこの時は王族が使えたからな、若干難易度やっぱ今回の方が難しいかもしれません。おはじきなんですけども、宝生マリンのレベル別の HP なんですけども、まあ、過去のね同じ形式のおはじきイベントと比較すると少しだけレベル10が弱くなっています。でもですね、まあ、6、7、8、9はほぼ同じと、グラフで書くとこんな感じ、だいたいレベル6、7あたりから、まあ、一気に難しくなるんで、特攻キャラがないとちょっと難しくなってくるのかなと思います。弱い方の敵、角巻わためさんなんですけども、レベル1から50まであって、これはですね前回のイベントと HP 的には全く同じです。スイカは、さあ皆さん、もうイベントも終盤に差し掛かってきましたけども、追加要素何があると思いますか？イベントデータベース確認していきましょう。これを見るとニャンボがさ、タイミング的にはだいたいですね、コラボイベントの時にはまあ、他の次のイベントとかね、前後のイベントとこうまたぐような感じでニャンボガチャイベントがあります。でですね、ちょうど去年の今、ウルトラマンコラボ8月1日から運営ね勝負に来ました。でこの時にですね、超サマーニャンボがあったんですよ。そうなんです、今年もあるでしょ、超サマーニャンボ。運営もさ、やっぱり夏は稼げないといけないんで、ここは仕掛けてくるかと思います。サマーニャンボなんですけども、去年はですね8月28日から9月5日にまたぐような感じでありました。なのでまあちょっとそのちょっと前あたりにね、これメンテが入ってイベントをまたぐような感じで仕掛けてくるんじゃないか。でこのニャンボに関してはほぼ課金イベント、課金ガチャです。ちょっとえぐいです。超ニャンボコイン1回610円、11連で6100円。そうなんです、ガチャ1回回すだけで610円、11連回すと6100円っていうね、11連なんてあっという間だからね。だからすごいイベントですよ。2021年の目玉キャラはサマーエルゼメキアということで、エルゼメキアの水着コスプレ、これがですねメインキャラとしてきました。これはね結構回した人多いかと思います。欲しいよね。スペック的にはこんな感じですね、まあ、サマーエルゼメキア 0.6% だから610円の 0.6 はねやばい、まあ、ただですねダブルゼータそしてランク Z も入っていて全体的にね結構ランクが高い、だから外れても SS 以上のキャラしか出ないからね。でこのガチャのポイントはですね、確定枠というのがあります。10連で毎回 Z 以上1体確定、そして10連3回目と6回目でダブル Z 以上1体確定ということで、この確定枠狙うとすごくねランクの高いキャラゲットしやすいんだけど、ポイントはここ、目玉のサマーエルゼミキアは 0.6% のままということで、おいおい、この確率見ると98.7%ランク Z ということで、ほぼほぼランク Z しか出ません。なのでちょっと微妙だよね。水着シリーズ、そうなんです、このサマーニャンボガチャがどうして神イベントかっていうと、水着シリーズがあるわけです。しかもですね、今回えぐいです、ワンチャンこちらホロライブサマーついに水着公開ということで、8月9日の配信番組ホロライブサマー2022でですね、 VTuber グループホロライブのメンバーの新たな水着衣装を公開しました。そうなんです、ホロメンのね水着これまたどうよどうよっていう言い方も変なんですけども、これはね激アツです。そしてその中でですね、ホロライブ1期生の白神ふぶきさん、3期生の宇佐田ペコラさん、宝生マリンさんが出演、番組後半で新たな水着衣装を公開した。フグさんね、ペコーラ、マリン船長ということで、これちょっとワンチャンあるんじゃないのか。宇佐田ペコーラ、ペコーラ可愛いよね、水着バージョンビキニですよ。そしてフグさんもね、この白いビキニ
どっちが来るんだ、もう全部来たらちょっと挟んだけどね。そしてマリン船長ということで、マリン船長の配信も面白いよね。なんかケツ、マリン船長ケツがでかいとか自分で言っちゃうところがねまた面白いんですけども、ということで、もしかしたらですね、もう隠し玉でね、もうトップシークレットですよ、今年のサマーニャンボガチャでホロメンの水着コスプレキャラがトリプルゼーターで、しかも3体、ペコーラ、白神さん、船長とね来たら、ちょっとこれは売り上げ突き抜けるかなと思います。でもさすがにそこまで、第1弾おそらくね、今回のイベント第1弾成功したんで、第2弾第3弾もあるんで、いきなり初っ端から全部出しちゃうのかなっていう気はするけども、ヒロ社長お願いします。ということで、じゃあ皆さんはね、今回のイベント追加要素、そしてサマーニャンボ、どんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。以上、コランでした。